おはようございます。小川利休です。ウェルエイジングアワー、エイジングと介護の情報をこの朝のウォーキングの間にですね、皆さんに、お送りをしております。今日は東京隅田川のほとりを歩いておりますが、軽い雨が降っていてどうしようかなっていうふうに悩んだんですけど、まあ天気予報を見るとすぐ止みそうなので歩き始めました。山ウェアって言いますかね、まあ、カッパ、雨具を羽織って、歩いているので、そんなに雨の影響を受けないし、雨もそんなに強くないという状況です。はい、石川さん、おはようございます。いつもありがとうございます。はい、昨日歩きながらですね、この水辺を飛んでいるたくさんの鳥がたくさんいて、思わず写真を撮って Facebook にアップして、で俳句を入れたら結構皆さんからコメントいただきました。ただ季語が入ってなかったのでいまいちだったなと思って反省をしながら、まあ、俳句もですね、頭のトレーニングになるかなというふうに思って、皆さんのアドバイスを聞きながらしっかり五七五に変えるというのをやってみようかなと思いながら今日も歩いているんですけど、まだちょっとうっすら暗いし雨が降ってるので、今日写真撮るのはできるかなというふうにちょっと感じています。今日のテーマは何度も何度もお伝えしている、2024年4月の介護報酬改定の今盛んに情報を集めていて、できるだけ、まあ、そういう情報を発信しているセミナーだとか勉強会だとか、あるいはウェブ上の情報を取って私なりに解釈をして、で仲間とちょっと議論してどうなるかなというところを整理をしているんですけど、まあ、たくさんあるし、この情報を聞いている方々が、まあ、介護の専門家とは限らないんですけど、多分皆さんが暮らしている地域社会だとかですね、皆さんが向かっているこの年を重ねていくとかですね、そういうところには必要な情報なので、できるだけ分かりやすくご説明をしたいと思いますので、あんま聞いていただいたり参考にしていただければ嬉しいです。でデイサービス、これ通称介護って言います。それから介護士、まあヘルパーさんって通称言ってますけど、ヘルパーさんが自宅に行って自宅の、まあ、支援をする、自宅生活の支援をするのは訪問介護って言ってます。これを、まあ、複合的に一緒にしたらどうだっていう案が出たんですね。この今回の報酬改定の中に訪問介護、通所介護、複合サービスという案が出ました。で、これは結構早い段階で見送りになるという発表も出たんですね。すごい早いなと思いながら出ましたが、その理由はですね、このサービスはいらないとか、あるいは問題があるかということではなくて、おそらく必要ですけど、しっかり検証されていないので、その段階で導入を入れて混乱を起こして、うまくいかなくなっちゃうということを避けるために、次期改正、3年後ですね。2024年の3年後とは2027年に向けて、しっかりこの3年間検証していくという、そういう継続審議ということを約束した上で見送りになっているということらしいです。ですから必要であるということは認めた、ただ検証されていないものを制度を作って混乱させないということですね。ということは、私はこれすごい重要なことだと思っていますが、この3年間で今回決定した新しい改定された報酬改定が動くとしても、その中にこの通称訪問介護の複合というものが常にテーマとした形で載ってですね、それを検証していく3年間でもあるということですね。ですからこれを意識しているということです。ですから通称介護、デイサービスと訪問介護がなぜ複合的にセットにされたかという、そういう案が出たかということが一つのニーズじゃないかと思いますね。で、もう一つは見送りになってきたけど、継続審議であり、決して中止ではないということです。まあ、3年間検討していくので、今日はその解説というのは、私なりの過去の経験
あるいは今回の報酬改定に、まあ、連動して出ているそれぞれの介護事業の、まあ、細かい分析をもとにですね、これがなぜ提案されて、なぜ見送りになって、この3年間で何を検討していかなくちゃいけないんだというところを私なりに整理をしているというふうに思っていただければいいと思います。ですが確定事項じゃなくて、私の過去の経験から見た解釈になるということですね。で、過去私はですね、10年以上特別養護老人ホームの施設長をしながら、そこに併設をしていたデイサービス、まあ、通所介護と訪問介護の、まあ、管理者も務めておりました。ですから、まあ、マネジメントをする経験を踏まえながらですね、今の経営分析、それから将来の、予測、それから厚生労働省などが発表している将来のビジョン、まあ、様々な資料を見ながらですね、私なりに整理をするという形です。で、現状訪問介護の収支差額率っていうのは、まあ、営業利益なんですが、まあ、5% をキープしてるんですね。で、デイサービスは逆に2021年度データですけど、非常に良くないですよね。2% を切って、2% から1.5 から少し改善したという報告ですか。で、それにしても、赤字率がですね、赤字施設割合が全体の 46.5% に上っているということで、瀕死の状態ですよね。まあ、訪問介護もしかりですが、デイサービスほど多くはありません。で、赤字の理由を見ていくと、このデイサービスの稼働率が 68% 程度であるということです。で、人件費が 70% 近いということ。それから、そのデイサービスを利用されている方の平均介護度、これが 1.8 程度であるということ。実は言うと、ここがですね、その営業利益を構成する主要な分析の各項目になっているということですね。で、稼働率が 68%、70% を切っていたら、それは赤字になりますよね。私は自分でやってた時にはずっと 90% をキープしてきました。で、特養に併設をしているデイサービスなので、地域にある他のデイサービスより、介護度は少し重めの方がご利用いただいている。まあ、要は特養の入所を期待したり、衝突性の、ね、利用との連動があるので、他の施設よりは、介護職員に、その身体介護、認証介護の教育がしやすいという、そういう、まあ、環境にあったので、まあ、重度の人を入れやすいということですね。で、もちろんそこには、お風呂も、個浴、一般浴、それから、リフト浴ですか。身体的重度の方が来てもですね、ちゃんとお風呂をご利用いただけるような、まあそういう環境も整えているので、そういった方々を受け入れやすいという設備面の問題、それから職員の教育の問題っていうのが、まあ優位な立場にあったので、重度の方を受け入れやすかったということがありますよね。で、もちろん同じ建物の中にショートステイもあるので、居宅の訪問か、居宅介護支援事業所、ケアマネージャーさんがプランを作ってくれるので、まあ同じ、施設、同じ、まあ、法人の中でサービスが関係する、通する体制を整えることができたということです。で、そこにさらに重度の方々を入れる特養があるということの安心感もあるわけですよね。まあそういうことで言うと、介護度、それから稼働率が、これ全国平均ですね、4万を超えるデイサービスが日本にあるんですけど、平均介護度が 1.8、かつですね、人件費比率が 70% 前後であるというところで、まあこれをなんとか改善していかないとデイサービスは黒字経営に行かない。で、黒字経営じゃないといい介護が生み出されないというところがあるということですね。まあ一方で訪問介護ですけど、まあ訪問介護、先ほど言ったように私も管理者でした。で、今回いろいろ見ていくとデイサービスほど経営が悪化していないのは、ちょっとこれ逆説なんですけど、人件費がそこそこ抑えられているんですね。これはですね、まあコロナの影響もあったり、そのヘルパーさんが訪問
介護士の方が採用できないので、まあ、少人数で必死で回した結果、人件費が抑えられて収入が若干増えて、収支差額率が少し伸びているという結果らしいという発表ですよね。これも通常の経営の状態じゃなくて、マイナスの状態の中で必死でやったら少し経営数字が伸びたっていうのは起きうることですよね。まあ、少ない人間で回せば当然ストレスもたまるので、その状態を長く継続することは逆に難しいという問題も残しながら、でも結果は良かったよねっていう話です。で、そういったところを国はですね、その審議会のメンバーの方々はそれを一緒にしたらどうだっていうふうに常に考えてるわけですよね。一緒にするべきだと私も実は思います。一緒にするっていうのはどういうことかというと、もっともっとしっかり連携をさせるべきだというふうに思うということですよね。それが別な事業者が別々な方針で動いているということになると、利用する人たち、あるいはそれを支えるご家族の方にも混乱が生じちゃうということがあるので、まあ、通所介護、訪問介護の、まあ、複合的サービスっていうのは、私は当然、あり得るかなというふうに思うわけですよね。で、一方、この訪問介護の課題は何だっていうのは、一番はこのヘルパーさんの確保というふうに言われていますが、もう一つはですね、お家の中に入るがために、家族のこの制度を超えた要求に応えていかなくちゃいけない。まあ、要は、応える必要ないんですけど、そういう要求をされるということですよね。で、1対1になってしまうので、ストレスになって、で、かつ、そういう、過剰な要求に応えていかなくちゃいけない。で、まあ、ある意味、お部屋、自宅に入るので、それが密室の中で行われていて、様々なトラブルに発展をしてしまう。ということがあって、訪問介護士のなり手が少ないというような、発表も結構あります。まあ、例えばですね、それを訪問介護ヘルパーさんの一つの課題としたときに、私はこう考えるんですね。サービスを提供するヘルパーさんと、それからそれを説明するマネジメントをする人、まあ、これがサービス提供責任者だったり、訪問介護の管理者の方の仕事の領域ですよね。ちゃんと説明をして、そういうトラブルが起きないように。で、起きたらそれにしっかり対応していく。で、ヘルパーさんがそれを解決しながら、実サービスを提供するという、ことももちろん必要ですけど、それはちゃんと区分してですね、役割分担をしていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。これは訪問介護に限らず、デイサービス、あるいは、老人ホームも一緒なんですけど、この実サービスを提供している介護士に、トラブルが起きないようなマネジメントだとか、説明だとか、そういうことを過剰に期待してもうまくいかないはずですよね。ですからそこは、必ず分ける実サービスとその説明あるいはマネジメント。で、逆に言えばですね、聞いていただいている石川さんもよくご存知のように、ご自宅の中に入るサービスをしている、まあ、訪問介護士、これドクターも一緒なんですが、その仕事にめちゃくちゃハマる人が逆に多いんですよ。トラブルが多いけど、お家の中に入るってことはすごいことですよね。で、生活を見ることができる。で、1対1で向き合う。で、私がそこにいることによって、この人は高齢期、様々な病気を抱えながらとか、認知症を抱えながら、あるいは生活が自らできないことを、持ってですね、自宅を中心に生きていくために、この人が自宅に来て、私の生活を支えてくれている。というほど信頼関係を厚くできるものはないし、その生活を支えることができるというサービスを提供する側のモチベーションも実は非常に高くなるというふうに思います。ただし1対1になって密室になってしまう。訪問ドクターが一人で行くことはないので、そこは複数のチームプレーとして動いてると思うんですけど、ヘルパーさんは概ね一人で行くはずなんですね。ですから余計先ほど言った1対1の喜びも多いけど、1対1のトラブルも起こりやすいかもしれない、実際起きているということですね。これは訪問看護の人たちも同じような指摘をしていて、ちゃんとしなくちゃいけないということになっています。まあ、ですから
訪問介護のなり手、ヘルパーさんのなり手が少ない、でもこの介護技術の問題、それからこうやってマネージメントと実サービスを区分けしてトラブルが起きないようにする、起きたらちゃんとしたサポートがあるという、それも一種のチームプレー、マネージメントの一つですよね。でこれをデイサービスに来ている日と訪問介護に行っている日というものが常に複合的に連携して動いているというふうになると、これは利用者さんにとっても、あるいはサービスを提供する人にとってもいいだろうというふうに思います。でこれがですね、実は実践されているのが小規模多機能型居宅ということですね。これは訪問と通所の他に泊まりという一つ三つの、まあ、世間一般的に言えばショートステイというものが入ってくる複合サービスですね。ですからこれが実は日本のオリジナルな介護サービス で、この議論が起きた時もですね、実は反対があったり試行錯誤があったりしていました。でこれも自宅を中心にした複合的なサービスがもう始まっているけれども、そこから泊まりを除いて通所と訪問だけを複合的にやる、で既存のサービスがあるということがいろいろ議論されているということですね。ですから小規模多機能型居宅の検討が始まった時にも、業界団体から実は賛同の意見と反対の意見が両方あって、で試行錯誤をして導入して今地域の在宅ケアの柱になっているということです。でおそらく訪問通所ももう一つの複合型サービスとして の大きな力になるだろうと思いますが、まあ、その辺今言った小規模多機能との住み分けとかですね、各介護サービス提供者の方々の能力だとか教育体制だとか、そういったものがまだシミュレーションされていない段階での導入を控えたという言い方ですよね。でもう一つ私が重要視しているのが、特別養護老人ホームの入所施設との区分ですね。特別養護老人ホーム、あるいは有料老人ホーム、特定介護って言ってますが、そういった施設入所との区分は何だろうって言った時に、やっぱ介護との重さになってきますよね。それから一人暮らしの方が増えているので、一人暮らしの方を支える、で特に施設入所、小規模多機能型居宅の症としては夜の介護ですよね。まあそことの住み分けがちょっとちゃんとできてくるんじゃないかなと思います。何を言いたいかと言いますとね、これから施設を作るには莫大な費用、あるいは土地と建物と大きな設備が過剰になっていますが、しっかりとした設備が必要になってくるので、一人暮らしの方、あるいは重度の方、あるいは認証の方々のトータルパッケージ的なサービスが施設入所の中に入ってくるんですが、もう少しちょっとそこから自宅を中心にして、町自体が老人ホームのようなサービスを抱えれば、施設入所の数はいらない、あるいはちゃんとこう住み分けをしていくということですね。ですが地域を老人ホームのようなサービスとして仕上げていけば、地域介護が成立をする、理論上はですね。ただつながる難しさ、連携するための共有、情報の共有とか、あるいは報酬をどういうふうにシェアしていくかとか、教育をどういうふうに行っていくかというところについては、まだまだこれから議論が始まっていくんだろうと思います。地域の単位で介護を見ていく社会、でこれはですね、今回デイサービス訪問がのこの複合型サービスは見送りになっていますが、こういう言い方がもう一つされていますよね。包括報酬、複合的包括報酬という言い方がずっと言われていて、医療と介護の連携だとか、そういったものが実は各事業の中に加算項目として散りばめられています。で、経営規模を大きくしないと赤字になりやすいっていうのは前もお話しした通りで、それは事実で、でも簡単に経営規模を大きくしていくことができないし、M&A をそう、推進してもですね、社会不動人はなかなかそうはいかない。地域連携、あるいは今言ったようにですね、地域包括ケアシステムのこの進化っていうのは進むじゃなくて深めるっていう進化ですね。そういう言い方が最近何度も何度も出てきます。で、それが
既存のサービスを組み合わせていって地域で介護を作り上げるための検討が本格的に始まる。でそのためにですね、重度化対応、それから自立支援、まあ、今の生活を維持する、回復をさせる、それから役割を再獲得する、生きる意欲を見出すという目的を含めて始まって、でもう一つね、科学的な介護、しっかりライフという、そういうプログラムがもう導入されていますが、そこにしっかり今みたいな方向性のデータを取りに行ってですね、これに対応している方々にこの報酬を振り分けていって、しっかりこの複合的サービスが地域単位でできるような、そういう議論を介護報酬改定の審議会でされていて、それが言葉としてたくさん出てきて、それぞれのサービスの中に落とされて、で単価が決まっていく、あるいは時期尚早として見送られるけど、しっかり3年かけてそれを話し合っていきましょうということが約束されているということですね。はい、ですから報酬改定自体は少し数字が良くなるというふうな嬉しい発表もありますけど、その報酬を上げる素材は示された、ただしそれをしっかり取りに行くための能力アップとか、あるいは戦略作りっていうのは簡単ではないというふうに思いますし、多くの専門家はそれを指摘しています。ただ頑張れば収入が上がるという体制、あるいは報酬改定になる、さあ何をするかって言った時に、私は戦略作りだと思うんですね。漠然と業務をこなしながらこなすというよりも、ちゃんとやっぱチームを作って戦略をもう立てる体制を整えるということです。でそれを一つのサービス施設だけでなくはなくてですね、地域の事業所と戦略ができる、もうすでにチームを構成する必要があると思います。ということで私もですね、介護経営をサポートする立場として、デイサービスの方々を中心に、この戦略作りのためのまあサービスを提供しようと思って今準備に入っているところですね。事業計画を作る、事業シミュレーションを作成する、そのためにディスカッションをする、でそのために一緒に分析をして話し合っていく、これがなくしてですね、この3年間今も含めてですけど、さまざまな介護職員の処遇改善加算金も介護職じゃない人たちに振り分けができるというふうに変わりましたけど、そうなってくると余計ですね、多職種連携体制の中でそういった加算金を振り分けるための戦略、あるいは優先順位を決めていくということになるので、戦略作りのための、チームを編成して実際計画を立てて、でそれを数字に落としてシミュレーションを作ってみようというワークショップを始めます。ぜひまた情報発信していきますので、ご一緒できればというふうに思います。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。雨が上がりましたけどちょっと寒いですね。風邪ひかないように良い一日をお過ごしください。おっと、はい、田村さんおはようございます。またどうぞ打ち合わせお願いします。良い一日をお過ごしください。